大鎧。大鎧は、日本の甲冑、鎧の形式の一つ。馬上で弓を射る、汽車船が主流であった平安鎌倉時代、それに対応すべく誕生、発達し、主に騎乗の上級武士が着用した。その成り立ちから、格の最も高い正式な鎧とされ、室町時代頃には、式の鎧、式将の鎧、江戸時代には本式の鎧と呼ばれた。 あるいは銅丸や腹巻などと区別して単に鎧とも言う。また古くからキセナ長という美笑もあった。大陸の騎馬遊牧民の鎧の影響がうかがえ、傾向から発展したと考えられているが、仏具の制作技法が用いられるなど、平安時代の国風文化の中で日本独特の甲冑として確立した。大陸風の傾向から日本独特の 大鎧形式への変化の過程や、その正確な時期については、遺品が乏しく明らかでないが、概ね、平安時代中期頃にその基本形式が確立したと考えられており、馬上で弓矢を打ち合う合戦形式が中心であった、平安鎌倉時代に、主に気上の上級武将が着用する鎧として、普及した。南北朝時代頃に、集団戦、接近と補戦が、盛んになると、 それに対応するべく大鎧の形状も変化してくるが、むしろ大鎧に代わって、上級武士の間においても、銅丸、腹巻きが多く用いられるようになった。それにつれて、次第に、実戦から姿を消していき、部位の象徴や炎、贈答品としての性格を帯びてくるようになる。さらに、室町時代末期になると、西洋甲冑中の影響も受けた、統制不足が生まれ、 ほぼ完全に大鎧は実戦から駆逐された。だが、その外見の重厚さ、過敏さから絵画の中では、陶製具族の代わりに描かれることもあった。また、戦乱のなくなった江戸時代には、復古調の鎧として、大名家などで象徴的に用いられた。だがそれら江戸時代において心臓されたものは、陶製具族の形状が入ったものが多いため、大鎧ではなく、 大鎧を模した統制具足として分類されることがある。兜、鎧、銅、袖の三つの部品で一揃えとし、腹巻や銅丸と同じく多くの部分が、小座根、小座根、口述により形成されている。平安時代の戦闘は一気掛けの騎馬戦が主であり、馬上から敵を左に見て、矢を追いかけるのが基本であった。そのため大鎧は、 弓の使用や矢による攻撃への防御を重視した構造となっており、要素で、水をち板、た、給の板、先段板、セダンの板等の部品が付属し、兜の吹き返しも大きい。馬上での攻防に重点を置く長和戦闘のための鎧で、徒歩戦には向かない構造である。銅の腰部は絞られておらず台形状の外見をしているため、 徒歩立ちの状態では、鎧の重量の大部分が肩にかかる。大鎧を着て立つと、肩で重量を支えることになるが、馬上では、鎧の重量は蔵にかかって安定する。時代が下るにつれて、徐々に台形状から腰部を絞った形になっていった。鎧本体は、平面状の構造をしており、広げると一枚の板になる。着用者から見て、 正面、左側面、背面までの三面が一続きとなり、空いた右面は、イ立てと呼ばれる、別部品により覆われる。また背面には、鎧の構造を柔軟にするための逆板、境板を設け、肩にかける肩上。綿紙の上には、障子の板を垂直に立て、袖が着用者の頭部や首に当たることを防いだ。腰部には、大腿部を守る草刷りが付属する。 鎧の下には、鎧ひたたれという細身に仕立てたひたたれを着用する。鎧の銅の左右にスイカし、肩から上腕部を防御する縦状の部品。銅と同様に小ザネで作られ、通常六段の小ザネを使用するが、鎌倉時代には七段となった。飛来する矢を防ぐため、後世の袖に比べ大きい。左の袖をい、向けの袖、右の袖を、目手の袖と呼び、敵対する。 左の袖の方をより堅牢に作ってある。弓を射る時に開く脇と胸部を防御する縦状の部品。鎧の銅の前面に追加する形で付属する。右脇が先段板、左脇が水をちいた。右の先段板は弓を引いたり刀剣を振るう際に屈伸可能なよう、三段からなる、革製ないし鉄製の小金で構成される。 一方で急所に近い水落ち板は一枚の鉄板と、スルレイが多い。元来は両板とも先段板と呼ばれていた。体の右に当てて、鎧の間を塞ぐ部品。坪板と呼ばれる鉄製の板の下に、革製のコウモリ漬けをつけ、そこから草ずりを垂らした構造をしている。坪板は、脇や胴体に馴染むように曲線を描いた形状で作られている。 草刷りは前後左右の四枚からなり、平面的な形状である。上述のように右の一枚の身は枝てから下がっている。五段の小座根で作られ、地上の際に邪魔になるため全部の前の草刷りと後部の敷の草刷り、筆式の草刷りの最下部は左右二つに分かれている。またそのためか、前、後が四段で作られた例も少数ながらある。左部のものを、ゆんでの草刷り、 ユンデの草刷り、タチケンの草刷り、イムキの草刷りとも、右部のものを、ワイダテの草刷りと呼ぶ。主に星兜、後に筋兜が、大鎧と共に用いられた。いずれも、鉄板を張り合わせた兜鉢の裾に、小座根で構成した、しころ、漢字は、皮一重に、眉をつける。大鎧に付属する兜は、顔面の両側を防御する吹き返しが、 後世のものより大きく張り出しており、頭部への矢に対する防御が図られている。兜の下には、絵帽子、ないえぼしという柔らかい絵帽子を着用し、後の時代には、鉢巻きも同時に着用するようになった。毛髪は、元取りとして、絵帽子と共にてっぺん、てへん、兜の頭頂部の穴から出していたが、鎌倉時代中期頃からたぶさにせず、乱髪にして、絵帽子をかぶるようになった。 通常、小手は左手のみに着用する肩ごてという様式を取り、右手はひたたれの袖口を絞り、弦を引く指を補強する湯掛けという革手袋をつける。白兵戦や近接格闘などに備えて両手に小手を着用する、場合は両小手、諸ごてと呼ばれた。脚部は、はばきというキャハンの上からすね当てをつけ、たびと貫きという毛皮の靴を履く。以上に、 太ちと腰刀、弓、矢を入れた呼びら、呼びの弦を巻きつけておくためのドーナツ型の器具鶴巻きを身につけ、大鎧の正式な姿になるとされる。合戦では、鎧の上からホロをまとうこともあった。大鎧の主体部は、小金と呼ばれる牛の比較性、または鉄製の短冊状の小さな板で構成されている。小金には縦に二列、または三列の小穴が開けられ、表面には、 漆が塗られている。これを横方向へ少しずつ重ねながら連結した板状のものを縦方向へ幾段にも繋ぎ合わせる、脅す、脅すことにより鎧が形成されている。こうした構成により着用者の体の屈伸を助ける。なお、重量軽減のため、革小ザネを主体として要所に適期鉄小ザネを交える例が多い。これは、金庫、金混ぜと呼ばれる。 小根の名称は、統制不足で大きな殺板が発生したことによって生じたものであり、古くは殺板と呼ばれていた。常実の小根を色糸やなめし側の紐を用いて縦方向に連結することを脅すといい、糸口通すがその語源とされている、連結したものを脅しという、小根の穴を通してつなぎ合わせる組紐、糸や糸、皮、脅しの色、模様、材質等により、 紺糸イし、匂いドし、小桜ユ行き返し、小桜が、脇がエシオし等とこれ、色彩豊かな国風の鎧が形成された。鎧や兜の吹き返し表面に貼られた鹿の比較。貝とも記される。斜めに交差する線を基調とした、タスキ格子柄やしヤ不動明王等の模様が型染めで描かれた。同前面には、弓の弦や腕が、 小ネに引っかかるのを防ぐために、弦相い、鶴葉、尻の皮と呼ばれる、絵が貼られ、平面上に仕上げられている。しかし、矢を放った時には、弓の弦は、体の外側を通るため、実際には、弦は、引っかかりもすりもしない。そのため、本来の用途は、鎧の形状を保つためと考えられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。